私たちの理解は視点に依存している。あらゆる視点から理解しようと努めなければいけない。私たちの目の前には可能性が広がってるんですよ。未来を変えていくのは私たちの脳なので、脳の過去の解釈が変わればいくらでも未来は変わっていくわけですよ。過去は変えれないくていいんですよ。 AI とかには最近興味ありますか？ AI が発展したのならば、私たち人間は人間らしい生き方をしようよ、豊かな生き方しようよ、 AI を利用していくべきだと私は思います。はい、皆さんこんにちは、ピボットの竹下です。話題の本の著者をご紹介するピボットブックダイジェスト始まります。今日はですね、この宇宙思考という本を書かれた天文物理学者のボスリーさんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、もうこれはもうピボット史上最大スケールのタイトルになるんですけど、まあこれ聞いてる方もやっぱり宇宙、あ、こんな風になってるんだっていう、まあ、知的好奇心もあるし、最後は割と自分の人生に役立ったりとか、あ、こういう風に考えたらなんか楽になるなとか、ちょっと自分の視点が変わるなっていう話になっていくと思うので、はい、ぜひこれ最初難しいところもあると思うんですけど、はい、皆さんちょっとついてってください。私もどんどん質問しますので、はいはい、よろしくお願いします。ボス B ってどういう意味なんですか？ボス B とは実はボス、ビッチの役なんです。ビッチって悪い言葉じゃないですか？でもね、はい、悪い言葉じゃないんです。もともとですね、私がこう SNS で、発信活動をしている根底には女性のエンパワー精神があるんです。それが私の基盤になるんです、はい、だからビッチとは社会を牛耳ってきた男性が定義する良き女、いい女の正反対、まさしく私です。なるほど、ビッチ、はい、でもただのビッチじゃない、はい、ボス、ビッチなんです。なるほど。これボスって自分自身のボスって意味なんですか？そう、ボスって日本でボスって言うとなんかこう威張ってるボス、はい、なんか嫌な上司みたいな、なんかボスザルとか、そういうこと、はい、また男性社会のこういう、英語的にはボスはいい意味なんですよ。あ、なるほど。そう、自分のボスであるってことです。でしかもビッチだって自分の人生のボスなんです。はい、もう決められないぞって感じなんですね。そう、肩にはまらない独立したかっこいい女ということです。素晴らしいですね。ありがとうございます。本職というか信州大学の准教授でいらっしゃるんですよね。そうなんでございます。はい、そうです。大学の先生なんですね。はい、授業もこんな感じで。もっとひどいです。あと TikTok もやってらっしゃるんですね。はい、そうです。はい、わかりました。で、宇宙思考ってどういう意味なんですか？私たちが理解できることは視点に限られている。一つの視点では現実の一側面しか見えない。なるほど、うんうん、それが宇宙の探求の上でこう宇宙のもう本当世界に広がってるんです、はい、私たちの理解は視点に依存している。視点では一つのことしかわからないから、物の本質または人、社会をより理解しようと思ったら、あらゆる視点から理解しようと努めなければいけないよ、というようなメッセージがあります。あ、じゃあ普段我々生きててちょっと視点が足りないんですかね？どう思いますか？一つの視点にずっと凝り固まってるというか、まあ、それは物理的に私たちの脳は自分の過去に限定されるので、うん、はい、必然的に視点は限られてますよね。あ、だから限られているということをまず知って、その上でどうやって自分の視点を増やしていけるだろうかっていう時に、バブルの外に出なきゃいけない。新しい人と話してみる、探検する、違いに出会ってみる、海外旅行をしてみる、いろんな新しいことにチャレンジしていくことによって過去のデータが増えるので、必然的に視点も増えて、こう物の本質も徐々に見え始めるのではないかと考えます。なるほど。本を読んでやっぱこれ私の視点変わったなと思って、このカレンダーが本で出てくるじゃないですか、はいはい、これはなんかなかなか面白いなと思ったんですけど、はい、この宇宙カレンダーっていうんですかね、はい、これちょっと説明してもらってもいいですかね。宇宙カレンダーというのは、はいはい、従来の時間の目盛りで宇宙の年齢を測ると138億年です、はい、138億年って言われてもあまりにも大きい数、いや、もう全くピンとこない、全くピンとこないでしょ、全くピンとこない。そしてその138億年の中で私たちが生きられる時間は多くて100年前後、うん、ね、で138億年の中で100年といえばたったの1億分の1なんだけれども、まず138億年がこう実感がない。そして100年と言われればまだまだ時間があるような気がする。結構長い気がしますけど、ね、私も相当年取ってますがまだまだ時間あるじゃんと思っちゃうんですよね、はい、でもここで138億年というものをより理解するために、そしてその中の私たちの位置をより理解するために、私たちが慣れ親しんできた1年のカレンダーにまとめた、縮小したのが宇宙カレンダー。なるほど。人間の竹下さんは 0.2 秒しか生きられないんですよ。それだけですか？たった 0.2。 これが視点です。視点を変えると感じ方が違う。新しい発見、新しい学びがあるのではないかと。無数の 0.2 秒がここまで人間社会を作ってきたわけじゃないですか。なるほど。人というのは
知性があって好奇心がいっぱいで夢を描けてどん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 より良い未来を作っていくパワーは私たちにはあるんですよ。 0.2 秒でそんなことができてしまう人間すごいです。今日はそういう話をどんどん聞いていきたいんですけど、はいはいはい、もうたくさんあるんですけど今日あえて、はい、まあ、5個5つに絞りました、はい、4次元時空というキーワード、そしてタイムトラベルですね、ちょっと SF っぽい話なんですけど、これできるのかっていう話、あとは パラレルワールド、あと時間ってなんで未来に進むのかっていう話と、あと最後はまあ人間ってあとどのぐらい地球にいられるのかっていう話なんですけど、はい、もう本当に面白いと同時にさっきみたいになんか心が豊かになる話だと思うので、はい、ぜひ聞いていきたいです。まずこの4次元時空、これってまあたまに聞くんですけれど、どんな概念なんですか？私たちは3次元空間に住んでるってことは分かりますか？はい、はい、うん、で次元というのはまず動ける方向、はい、私たちは前後ろ左右上下3方向に動けるから3次元空間、はい、例えば竹下さんの位置を表すのに必要な最低限の数が次元の数です。なるほど。地球上は緯度と経度2つの数字で全ての場所を表すことができます、はい、でも竹下さんは地球にへばりついてるわけではありません、うん、今ならビルの2階にいる、高さも必要です。確かに。だから竹下さんの位置を表すのに緯度、経度、高さを表せば確実に見つかると思いきや、もう一つ数が必要なんです。もう一個、もう一個、はい、なぜかといえば竹下さんは昨日ここに見えましたか？昨日はいなかったです。いないです、はい、明日もいないです。明日もいないです。いつ四六時中ここにいるわけでないの で、 ないですね。いつという数字も必要なんですよ、はい、だから時間の位置を表す数も必要、うん、だから竹下さんを見つけるには空間の3つの数字と時間の1つの数字、4つの数字が必要ですよ、はい、はい、4次元に住んでいます。そして時間と空間を合わせて時空、4次元時空というわけです。では次、未来のタイムトラベルって可能なんですか？可能です。可能ですか？めっちゃか。竹下さんも私も1秒1秒未来でタイムトラベルしています。ちょっと座ってるだけ、もうこの時点で分かんないです、分かんないですね。え、時間、はい、タイムトラベルしてるじゃないですか。あ、もう、はい、1秒1秒シワ増えてますよ。確かに、もう話した瞬間未来になってるってことですか？はい、そういうことです。未来は何もしなくても座っていただくでも未来にはトラベルしています。でもおそらく言いたいのは、はい、より遠くの未来に行けるかってことですね。そうなんです。もっと100年後とか行きたいんですよね。500年後に行きたいんですよね、はい、で例えば私の未来に竹下さんが行くことも可能です。どうやって、はい、動けばいいんです。ただただ私に対して動いてください、はいはい、動くと私から見た竹下さんの時計はゆっくり進みます。なるほど、はい、うん、これは実験で検証されていることなので、はい、真実です、はい、ゆっくりになるので動き回って私のところに戻ってきた時には私の未来へタイムトラベルしたことになります。なるほど、うん、でも100年はいけない理由は竹下さんの足が遅いからです。あ、はい、なるほど。でも足が遅いって言っても時速8キロで動く宇宙、国際宇宙ステーションね、衛星の中で過ごした宇宙飛行士でさえ1年後にはたった 0.01 秒の後の未来にしか戻ってこれないんです。あ、 0.01 秒後の地球にしか。そんだけ早く動いてもそれしかいけないんですね。だから高速に近い速さで動かなければいけない、うん、それをしたのが昔話の浦島太郎です。浦島太郎はやったんですよ。浦島太郎はじゃあ高速で動いたんですか？そうと思います。なぜかというと彼は竜宮城に行って、竜宮城で3年間、はい、酒と女に溺れて遊びまくった末に、そういう話でしたっけ？そういう話です、はいはい、その末に地球に戻ってきたら、はい、700年の時が経っていたと、ま、そうですよね、はい、竜宮城は宇宙船だったんですよ。あ、なるほど。高速に近いスピードで動いていた宇宙船に乗っていたからそれが可能だった歴史とした未来タイムドラベルです。あ、なるほど。すごい。じゃあ時間っていうのはそれぞれに流れてるものって考えればいいんですかね？そう、個人的なものなんですね。時間は宇宙全体に適用できる時計というのはない。竹下さんの時計も私の時計も全て異なる、はい、それがちょっと自分の日常の感覚とずれてるというか、僕の今の1分とボス B さんの1分が同じようにどこでも進んでるように思っちゃうんですけど、そうではないんですよね。そう、動きだけじゃなし、場所によっても時計の進み方は違うんです、はい、GPS は位置を教えてくれますよね、うん、ね、 Google マップとか作るとき、ね、あれが間違わない理由も実は時計の進み方が、GPS 衛星の方が早いんですよ、はい、地球に、地球の表面に比べて、うん、
時間、時計の進み方が違うんです、はい、この時計の進み方を補正しないことには私たちは Google マップで今日のここのビルも見つけることができない、はいね、実際に検証されています、うん、場所によって時計の進み方は違う、人によって動きによって時計の進み方は違います、うん、まだ技術的には可能ではないけれども、うん、いくらでも未来へはタイムトラベル可能なんですが、問題は過去に戻れるかどうかなんです。そこですよね。それが問題なんです、うん、で私の意見を最初に言わさせていただくと、過去にはタイムトラベルできないと思います。でもね、理論的には可能なんです、はい、アインシュタインの一般相対性理論によると時空というのは曲がるんです。なるほど。でこれも観察で検証されていることです、はい、時空は曲がるので私たちの未来の方向が時間の歪みとともに過去の方向に向いたら、そんな時空の歪みがあったら、もしくはそんな時空の歪みを作ることができたら過去へのタイムトラベルは可能になるのだけれども、論理の矛盾が生じるんです、はい、例えば竹下さんが100年前の地球にタイムトラベルしたとします、はい、そこで何を血迷ったか、自分のおじいちゃんを殺してしまった、しないと思いますけどね。100年前だからね、まあ、まあやったとしましょう。おじいちゃんです、はい、おじいちゃんを殺してしまったとすると、おじいちゃんがいないのにからお母さんは生まれない、はい、なのにお母さんいないのになぜ竹下さんが生まれて竹下さんが過去に行っておじいちゃんを殺したんだっていう、これもう論理的な矛盾が生じますよね。そうですよね。だから私を含め多くの物理学者は過去へはタイムトラベルできないんじゃないかと思っているんですが、パラレルワールドになる、はい、なるならば、はい、矛盾が起きないじゃないですか。なるほど。一つの世界ではおじいちゃんが死んじゃって竹下さんがいる世界、はい、こっちはおじいちゃんは生きているけど竹下さんがいる世界に分かれればいい。なるほど。なるほど。それってありえるんですか、パラレルワールド。パラレルワールドはこれ多世界解釈という量子力学の解釈によるとパラレルワールドがあることになります。なるほど。量子というのは電子とか、はい、物を構成する基本成分です、うん、はい、電子とか原子とかね、うん、量子の世界はある視点で見ると粒に見えるけれども、ある視点で見ると波で見える、はい、波が数学的描写としての波というだけではなく、波であることが実存であるとするのが多世界解釈です。なるほど、うん、そして量子でできている私たち人間も宇宙でさえも波であると考えます。で、波とはという話になるんですが、例えば池に小石を2つ投げ入れたことを考えてください、はいはい、で一つ一つの、石が波作りますよね、はい、で波は重なり合います、はい、高いところと高いところは重なり合ってより高い波になり、うん、高い波と低い波は重なり合って波が打ち消し合うというように、波というのは重ね合いが可能なんです、はい、例えば電子とか原子の何が重なっているのかといえば、例えば原子の中の電子であれば電子があらゆる場所にいる可能性の重ね合わせなんです。で放射性物質であれば崩壊している可能性と崩壊していない可能性が重ね合わさった波なんです、うん、つまり宇宙全体はあらゆる可能性の重ね合わせということになって、なるほど。それぞれの重ね合わせが展開されているのがパラレルワールドと考えるんです。ああ、なるほど。そう考えるとありえますね、パラレルワールドって。ありえるね、ありえるね、うんうんうん。宇宙はあらゆる観測と理論によると無限である可能性があるんです。はい、無限ってすごいんですよ。無限っていうことは、どこか遠く彼方の宇宙で同じ天の川銀河があって、同じ太陽系があって、同じ地球があって、同じボス B がいるんですよ。あ、それが一人じゃないんです、無数のボス B がいるんです。なるほど、うん、面白いですね、うん、だから宇宙スケールでパラレルワールドを考えることもできる。あ、しかもパラレルがもう無数に無限にあるってことですね、うん、あるし、それぞれのボス B が1秒1秒異なる選択をしてあらゆる可能性を体現していくんですよ。私たちの目の前には可能性が広がってるんですよ。確かに。これも宇宙視点、宇宙思考。なるほど、はい、あ、そういうふうに自分に落とし込んでいくわけですね。はい、そういうことです。なるほど、タイムトラベルなんですけど、これに関する宇宙思考って何ですか。はい、未来へはいくらでもタイムトラベルできますよね、はい、だけど過去にはタイムトラベルできないようだ、はい、できたとしても過去を変えることはできないし、はい、ましてや自分の人生をやり直すことはできません、はい、でも未来はオープンです。未来はオープンで、未来を作っていくのは物理的な過去の奇跡ではなしに、この
物理的な過去の軌跡はもう変えられないんですよ、そこに。そうですよね。何をやったか何をやったか、はい、多分誰も覚えてないけど、でも残ってるわけですよ、物理的に、はい、もうこれは変えられない、変えられない、はい、だけど未来を変えていくのは私たちの脳なので、脳の過去の解釈が変わればいくらでも未来は変わっていくわけですよ。なるほど。例えば、うん、大きな失敗を犯してしまった、でもこれを私の脳の中では失敗の物語としてキープするか、それともさらにパワーアップするための学びの物語として解釈するかでは、うん、目の前に広がっていくあの未来が違うじゃないですか。だから過去は変えれなくていいんですよ。過去の一つ一つ一秒一秒の奇跡が、奇跡があるから私たちはスペシャルなんだから、はい、だけど過去の物語というのはいくらでも自分のいいように解釈していけばいいんですよ。なるほど。自分のいいように解釈した方がなりたい自分になれます。あ、 より良い社会を作っていけると思います、はい、でもそれはもう実質タイムトラベルすること一緒ですよね。そうだよね、はい、タイムトラベルできなくても脳の中で変えちゃう。あ、素晴らしい、いいこと言いました、ね、今実質そんな感じですよね。確かに面白いですね、うん、ただここですごく難しいのは、まあ、過去の軌跡が残ってるじゃないですか、はい、で自分の解釈で変えたとしても他人が勝手に解釈してきたらどうするんですか。無視です。お前の過去はこうだっていうふうに言ってくる人いるじゃないですか。いるんですか、そんなこと、はい、無視無視、 あ、無視だって自分の信念に影響を与える与えさせちゃいけませんよ。向こうがそれを望んでることだから。なるほど。望んでることだ、そう、もう無視関係ない、うんうん、言わしとけ、はい、あ、言葉は言葉ですから、あ、い、う、え、お、一つ一つには全く何も意味ないんです。あ、だから言葉が来たらそこで言葉で落としちゃえばいいんです、うん、意味を与えない言葉に、うん、時間って未来に進むじゃないですか、はい、これってどうしてって考えればいいんですか。空気も何もない、はい、床はあるけど摩擦がない空間を想像していただいて、うん、ボールが跳ねています、はい、これを動画撮ります、はい、この動画を再生したものと逆再生したものと違いが分かると思いますか。何もないんですよ。あ、もうひたすら跳ねてますよね、うん、もう上下上下上下、はい、過去も未来の方向もありません、うん、でも現実には未来の方向は明らかですよね、私たちにとって、うん、はい、ボールは空気と床の摩擦によってどんどん跳ねる高さが低くなっていずれは止まります、はい、でこの時摩擦で熱が発生するんですね、はい、この熱が未来と過去の区別をするんです。あ、熱とは一つの一つのボールにあった規則正しい整然とした運動のエネルギーが周りの無数の空気分子と床の分子の乱雑なエネルギーに変わっていった、この乱雑さが熱なんです、うん、で生前は必然的に乱雑になる。なるほど。卵を混ぜることはできるけど混ざった卵は黄身と白身に戻りませんよね、はい、私の顔はシワはどんどん増えて乱雑になるけれども明日起きたらいきなり赤ちゃんのようにプチッとした鼻になっていることはない、はい、生前は乱雑になる必然的に、はい、うん、生前が過去で乱雑が未来だと私たちは考えます。なるほど。そして、うん、こんな宇宙に住んでいる理由といえば、生前の前はもっと生前で、もっと生前で、宇宙の始まりは最も生前とした状態であったに違いないと考えると、私たちの住んでいる宇宙には時間の方向がある。なるほど。時間の矢は未来の方向を向いているということになります。なるほど。じゃあ基本的に法則としては、はい、生前から乱雑に全てが向かっていると。そう。でその竹下さんも部屋もそうでしょ。部屋はいつも乱雑ですよね。あ、だからもっと乱雑になってます。あ、なるほど、はいはいはい、それがどん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 汚くなるんです。そうです、そうです。ちなみにこういう乱雑といわゆるエントロピーの乱雑って同じです。同じなんです。同じと考えるんですか。同じと考える。でどん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 僕も乱れていったりとか、はい、ま、乱れていって綺麗に部屋を片付けたら片付いたじゃんって言うかもしれないけど違うんですね、はい、あ、違うんですか。片付ける時に汗が出るでしょう。確かに。つまり乱雑になってってるんですよ、はい、なるほど、はい、でもしょうがないんですね。そうなんです。乱雑に、未来は乱雑です、はい、でそれをたまたま時間って呼んでるに過ぎないんですかね。その生前から乱雑に言ってることを。そう、そうですね。時間というのは私たちの概念なの。なるほど、なるほど、はい、他の生物に時間という概念があるかどうかは分からない。分かんないですよね、はい、なるほど。じゃあ生前から乱雑にどんどん進むから一方方向に進んでいるように見えると。はい、そうです。そして宇宙の始まりが最も生前だったから、はい、なるほど。このままどこまで行くんですか。乱雑、どこまで行って乱雑が乱雑になりきったら時間の方向はなくなります、はい、なるほど、うん、だから宇宙の最後、うん、最後は時間の方向もなくなる最後が待ってます。あ、ちなみにこれを知った時に私たちはどういうふうに宇宙思考って転換すればいいんですか。乱雑
というのは、うん、何がどこにあって何をしているかわからない状態ですよね、はい、つまり私たちにとって無知である状態です、うん、よりわからない無知である方向が未来なんですよ、うん、過去はよりわかる方向なんです、うん、だから記憶に残すことができる未来は記憶に残すことができない。未来が分かっていたら私たちには先ほどの話じゃないけれども自由意志もないし選択もないんです。わからないから選べるんですよ。わからないから自分が選択して自分のためになりたい自分になれるしより良い社会を作っていけると。なるほど。個人に落とし込むとすごい希望になってきますよね。はい、はい、うん、なんかどうしても未来と過去がすでに存在するとか、まあ、なんかブロック宇宙みたいな考えってあるじゃないですか、うん、そうするともう全てが決まっちゃってるのかなみたいな、いや決まっ思っちゃうんです。そうではないんですね。決まってるか決まっていないか分かりませ ん, かんない、うん、決まっていたとしても私たちには分からないんですよ。あ、分からないじゃないですか。分かんないですね。分からないから選択ができるんだ。ここに私は自由意志があると思うんですよ。本の中でやっぱ印象的だったのが、はい、僕たちが見えているものってすでに過去じゃないですか。例えばこのペンを見ても1000億分の1秒前のペンの光が来てるだけだし、太陽を見ても、まあ、もしかしたら8分前の光が来てるだけなので、そうです、ね、見えてるのは8分前の太陽ですよ。だから見えてるもの全てが過去になってしまう、はい、そうですよ。それは面白いよね。面白いんですよね。面白いよね、うん、これはどう考えたらいいんですか。だから宇宙思考的には、はい、私たちは過去に生きている。過去しかわからない、うん、今はわからない、はい、今っていうのはみんなで共通の今はないので、ないですよね。竹下さんの今であったり私の今であったり、でもすでに過去のボス B さん僕見てるわけですもんね。そうです、はい、そうです。過去しか生きれなくて、過去に得た情報、脳に入った情報が私たちの今を作るんですよ、はい、そして未来を作るんですよ、うん、だからどれだけもういっぱいいろんな経験しようよね、過去を増やそうよですよ。なるほど。自分の脳の中に過去が増えれば増えるほど自分の中で新しい視点が増えて自分もなりたい自分になれるし、うん、より良い社会作っていけるし、うん、5つ目のですね、はい、この人間はあとどのぐらい地球にいられるのですかっていう話をちょっと聞いてみたいんですけど、はい、私たち人間が地球を貪って自己破滅しないと仮定した場合、うん、地球の運命は太陽の運命になります、はい、で太陽のエネルギー量は1年に 1% ずつエネルギー量が増えてるんです、はい、でつまりおよそ10億年後には地球の気温は体温よりも高くなって全ての水が蒸発してしまいます、はい、完全に10億年後には進めませんよね、うん、だけど おそらく数億年先までは地球に住んでいられるのではないか、大きな影響がないと言われています。なるほど。だから自己破滅さえしなければ、環境破壊しなければ地球に数億年は存続できます。なるほど、はい、これについてはどういうふうに考えればいいんですかね。あ、数億年生きられる、やったと思えばいいのか。私の宇宙思考としては、うん、数億年の時を超えて人類が存続していてほしいですよね。してほしいですね、うん、で数億年存続して地球に住めなくなっても惑星ホッピングして惑星をテラフォームして住んでいるような人類になっていてほしい。でもそうなるためには私は世界が一つにならなきゃいけないと思うんですよ。一般社会で語ってることといえば経済成長、経済成長、そのために国同士が争って戦争して、そんなことばかりです。そして人々は働かされて、もっと消費して、そしてもっと消費したいからもっと働いてという、とても惨めな生活をしていると思うんですよ私たちは。で科学技術がここまで発達したのになぜこんなに働かなきゃいけないの、逆でしょってね。労働時間減ってもいいぐらいなんですよ、うん、科学技術が発展してコンピューターもあってインターネットもあるのに、なぜ子どもたちはあんな詰め込み教育で勉強勉強勉強ばっかさせられてるんですか、うん、かわいそうでしょうがないです、うんね、もっと自由に遊ぶ時間がを与えてあげたいし、もっと自由な学びがあっていいと思うんですよ。物とか経済成長とかそんなことばっか考えすぎです人類は、うん、それよりも科学技術が発展したのならば世界中の全ての人々が人間らしく心豊かに生きれるようになって初めて世界は一つになる。なるほど、うん、一つになった時に私たちは次のステップへ進化するのではないかと思います。これも経済とかビジネスパーソン用 の、ね、あの YouTube なんだけど、はい、なんかあまりにもそんなことばっか気にしてるような気がするんですよいやいやいや、この批判してるわけじゃないんだけど、じゃあ世の中がですよ、集中してるところがあまりにも物物経済成長金すぎると思うんですよ。あ、なんでそういうふうになってると思いますか。わ、うん、かりませんよ私。そんなことより医療費ただになるべきだし、教育費ただになるべきだし、はい、うん、子どもたちをもっと自由にさせてあげてください。自由にして遊ぶところから
想像力が、培われるし、新しい考え、新しい視点が生まれてきて、こういう子たちが遊びの中から新しい視点を発見した子たちが、次世代を全然私たちが考えつかないような素晴らしい世界を作っていってくれると思うんですけど。確かにそうですよね。なんかこの宇宙思考でもやっぱりたくさん視点があるじゃないですか、はい、でも全然知らなかったことも多いですし、やっぱり一個の視点にずっとこだわってしまうと、なんかすごく世界が寂しく見えるなと思いましたね。はいはい、宇宙のものの、うん、根底にある物理の世界にはやはり一つの視点では、一つの視点というのは見方とか観測法ですよ、うん、はい、一つの視点ではやはり現実の一側面しか見えないという世界が広がっているんです、はい、いいですか、うん、だからもちろんそんな世界で出来上がった私たちも全ては見えませんよ。全て見えないし、すごい限られているんです。まずは限られているということに気づいて、はい、その上でどうしたら自分をもっと解放できるか、もっとよりよく理解できるかって考えた時に、うん、視点を増やすためにはいろんな違いと出会って探検して自分を豊かに知ることによって視点が変わり、より良い自分、より良い社会を作っていけるのではないかというメッセージです、ね、あー、なるほど。ボスビーさんはやっぱりこの物理とか宇宙を勉強することで視点を手に入れましたが、なんかこれ見てる方に、あ、確かになと、視点を増やさなきゃいけない、まあ、一つはこの本を読むことだと思うんですけど、はいはいはい、他に何かアドバイスとかありますか。こうやって視点を増やしていったらいいんじゃないかっていう。宇宙を知れば知るほど、物理を知れば知るほど本当にこの視点に限られてるってことは痛いほど分かるし、まずそれは一つね、はい、であとは私、いろんな国、人生の半分は海外で過ごしてますので、はい、やっぱ多文化の人と関わってきたし、うん、異なる国へ行ってで異文化で暮らしてみる、探検してみるっていうことは本当にこうなんか自分の中の当たり前とか常識がガタガタと崩れて、やっぱ私って限られてたよねってことが分かるので、やっぱりどんどんこう自分と違う人に出会っていくのがいいと思います。なるほど、自分を高めていくためには。うん、だから世の中では多様性って言われて、はい、ね、何でもいいから女性の管理職 の数を増やせとか、そんな単純な意味で、数の意味でそんなこと言ってますけど、社会を牛耳ってきた男性視点で作られた 社会のルールに基づいて女性がもっと上に行けではなしに、この社会視点がね、多様を受け入れることで変わっていくべきだと。なるほど、この社会もつまんない視点ですよね。つまんないっすね。古いつまんないな、うん、なるほど、つまんないな、うん、じゃあこれも潰していこうみたいな。潰しますよ、はい、だからボスビッチなんだ。すごい伝わってきましたよ。なるほど。あと宇宙思考で語ってるのは、自分の価値は自分で決めろと、うん、私はなんで自分は生きてるんだろう、人間の生きる意義とか意味って何なんだろうって高校の時に思って、はい、宇宙を学ぼう、物理を学ぼうと思ったんだけれども、うんうん、そこで宇宙を知った上で気づいたことは、やはり宗教を信じている人は神様にこう意味を求めたりとかするじゃないですか。そう、私は宇宙に意味を求めていったんですよ。だけど宇宙に意味はないようです、私の考えではね、意味はないし、人間はこう生きろと言ってないし、私を判断することはないんですよ。ね、そうすると私の生きる価値っていうのは誰が決めるのかって、私しかいないじゃないですか。あ、なるほど。社会に決めさせたくないです。そんな他人に決めさせたくないです。なるほど。だから宇宙思考の一つに、自分の価値は自分で決めようよと。いや、だけど自分の価値が他人の存在とか価値を脅かすものであってはいけませんよ。やはり私たちは社会で共存していく社会動物ですから、人を傷つけたり迷惑をかけないのであれば、やはり自分の生き方は自分で生きるのがベストですよ。なるほど、うん、そこはやっぱり一番人間的な部分ですかね。はい、なるほど。ちなみにボス B さんって AI とかには最近興味ありますか。私そう、どっちかというとそういうなんか機械的なことよりもオーガニックな有機的なことの方が好きなので。なるほど。 AI が発展するのならば人間の労働時間が減るべきです。 AI にやらせましょうよ。そうですよ ね AI にやらしちゃいましょう。だから AI ができたからもっとできる、もっと働こう、もっと車買って、もっとハンドバッグ買って、そういう生き方はやめましょうね。そういうんじゃなくて、 AI が発展したのならば私たち人間はじゃあ人間らしい生き方をしようよ、豊かな生き方しようよ、人との愛する人とのつながりを大切にして、自分が満足いく人間らしい生活ができるように AI が発展して、 AI を利用していくべきだと私は思います。あ、なるほど、はい、そうですよね、うん、でもうちょっと宇宙について考えたりとか、はい、自然について考えたりする時間が増えるともっと豊かになります、ね、豊かになりますよね。そうなってほしいですけどね。なると思いますか、今の
まあ、うん、それならなかった、ならなかったらもうターミネーターかなみたいな例えばさ、天の川銀河で、はい、私たちよりももう計り知れない知性を持った計算能力を持った高度知的生命体にはとの出会いがないですよね、はい、彼らの軌跡も観測することは今の時点ではないですよね。でもどっかにある可能性ありますよね。あるような気がするでしょ、はい、だって天の川銀河には数千億個の星があって、はい、数億個の地球サイズの惑星があって、はい、それらの平均寿命は地球よりも20億年高いんですよ、はいはい、ね、するといてもおかしくないじゃないですか。で、たまたま見えてないだけかもしれないですよね。その観測できない、見えてなくて、はい、としても、はい、ね、高度知的生命体がいれば、うん、自己複製宇宙機を使って銀河中を探査する、うん、もしくは、植民地化するなんて数百万年で可能な話なんです。数百万年ですよ、うん、天の川銀河は10億年以上存続してるんですから、うん、ね、なのにそんな奇跡もないじゃないですか。確かに。となるともしかしたら全ての生命体はやはり絶滅してしまうのではないか、未来に大きなグレートフィルターがあるのではないかという説もあります。なるほど、うん、だからもしかしたら私たちはこの今までの人間の歴史から学ぶことなく、自分自分物物格差の形は変わっても格差社会が変わらないみたいな人間社会しか気づいていけないのであれば、やはり未来にグレートフィルターがあるのかなって思っちゃうし、はい、もしかしたら高度知的生命体が銀河にいないのは過去に大きなグレートフィルターがあって、なるほど、私たちのような知的生命体に進化するのはとても稀なことで、我々が天の川銀河唯一の存在である可能性もあるんですよ。あ、だから見つからない、何の奇跡も見つからない。そうであったらもしかしたら私たちは先ほど言ったみたいに数億年の時を超えて惑星ホッピングできるような素敵な人類に進化できるかもしれない。なるほど。もしかしたらじゃあ最後の生命体かもしれないですか、その終わった後の私たちは。あんでまた絶滅するの私たち、はいはい、もうそれもあり、ありますね、ありますか、はい、でもしくは私たちのような生命体は遠く離れたところにあるかもしれません。そしてそこも絶滅する可能性もあるかもしれない。うん、ボスビーさんどう思いますか。この本を読んだ知人とかに、はい、いやでもね格差はなくならないよとかいう人とかいるんですよ。まあ、そう格差がなくならないんだったら、まあ、絶滅しますわ、うん、それだけです。それだけの話です。だけど私はそうであってほしくない。私は夢を見たいので、 Imagine all the people の世界なんです私は、はい、Living life in peace You歌ってみたかったんですよ。いや、いいですね、だからピースなんです、いつもピース。いいっすね、私のメッセージはいつもピースで終わるんですけど、うん、この夢を見る人たちが増えて地球上で夢を実現していくことができたら、グレートフィルターは後ろにあるんですよ、過去にあるんですよ。今日の、ピボットブックダイジェストは宇宙思考の、天文物理学者のボス B さんです。はい、ありがとうございました。めちゃくちゃ面白かったです。本当ありがとうございました。ありがとうございました。宇宙思考の著者、天文物理学者ボス B です。宇宙を知ると私たちが理解できることは視点に限られていることがわかります。だからこそ物の本質を知りたければあらゆる視点で理解をしようとしなければいけない。でも視点を変えればあなたの輝きが見えてくるし、周りの輝きも見えてきます。と同時に宇宙には無数の可能性が広がっています。あなたはなりたい自分になれる。私たちは未来に向けて皆にとってより良い社会を作っていける。そんなメッセージを宇宙と物理を語りながらぎっしりと詰め込んだのがこの宇宙思考です。ピース。